それでは、最後にですね、このセクションでは、自分で学習を進めるためにということでですね、エラーの自己解決方法について、少しお話ししたいと思います。で、このエラーを自己解決するというのは、非常に重要で、これができると教えてくれる人がいないとわからないから脱却することができまして、学習が加速するということになります。ですね。エラーの自己解決方法の基本としては、エラー警告文を読むというものがあります。で、これよく解析の質問をされるときにあるんですけども、例えばですね、解析中にエラーが出て先に進めませんと教えてくださいっていうようなことを言われたりします。で、なるほどと思って、で、エラーには何と書いてありますかと聞くと、読んでないのでわかりませんという返事をもらうこと結構あるんですね。これは、教えてくれる人が見に来てくれて親切にやってくれればいいんですけども、そうでない場合は、かなり何を教えていいかわからないということになりますので、こうならないようにしようということです。ですね、例えば R のすごい基本的なエラーですけども、こういう感じで何かこうコードがうまく走らないときに、何かしら違う色の文が出ると。でもこうよく読むと、割とこう分かるようなことを書いてるんですね。で、例えばです。この部分ですね。cannot open、あ、こうですね。cannot open file。で、no such file は directory と書いてあって、ファイルがないよって言われてるので、そういう場合はファイルがあるか確認して、で、自分が意図したファイルがある場合は、例えばこの綴りが違っていないかを確認するっていうようなことをすべきです。でですね。他にも、例えばこの関数自体が間違ってないかとかもありますけど、そういうので、間違いがないって確認できたら、こう使った関数や R とか cannot open のいくつかのキーワードを使って検索するということも、重要です。で、もう一個かなり意外と有効なのが、このエラー文をそのままコピペして検索すると。すると、同じ悩みや似た悩みを持った人がウェブ上で見つかる可能性が、結構あります。ですね。あと、日本語だけでなく、英語でも検索してみるといいと思います。で、これは英語の方が、情報が多いことが結構あるので、その中に、答えがあるということもあります。で、このエラーの解決方法で、自己解決ではないんですけども、ちょっと上級編というので、こういうのもあります。で、使っているパッケージ等のエラーでしたら、著者に直接連絡してみる、メールで連絡してみるっていうのもありで、もしくは、例えば GitHub などの、コードがいっぱい集まっているところで、issue っていうんですけど、それで質問するっていうこともできます。ただ、この質問する際は、過去の質問を検索して、あと質問したい点を明確にとか、自分の計算環境を伝えるなどのルールは守ってください。これ、何度かやったことがあるんですけども、これは自分の例ですけども、DADA2 という DNA 配列解析ソフトについて、ちょっと疑問があって、質問を投げてみました。そうするとですね、DADA2 の開発者本人から、返事が来ると。これはこれで、結構嬉しいものですし、このやり取りをウェブ上で、みんなと共有できるので、似たような質問は、この方には、来る可能性はかなり低くなるということで、質問した人にも質問される側にも、利益があるということになります。こういった方法もあります。でですね、本発表で、いろんな、RStudio 関係の話題を提供させていただきましたが、RStudio を起点として、自由で再現性のある解析が、皆様できればいいなというふうに願っています。どうもありがとうございました。